いつもご覧いただきましてありがとうございます。ネットショップイーコレ店長のルシと申します。今日はですね、大変珍しいガラスオブジェのご紹介で、ガラスのオブジェの内部の空洞にですね、位牌を密閉するという新しい技術で作られておりますメモリアルオブジェそばにというオブジェのご紹介になります。本日はですね、こちらのメモリアルオブジェそばにの企画開発製造をされておりますオフィスバンガローにお邪魔して、開発者の熊本さんからお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。さあ、こちらのオブジェなんですけれども、ご覧いただけますでしょうか。ガラスのオブジェの中央にですね、小さな逆三角形型の空間がございまして、この中にお亡くなりになったペットの遺灰などが密閉されているということでございます。ということで、こちらが開発者の熊本さんになります。熊本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、こちらのオフィスバンガローさんでは、額縁を作ってらっしゃるということなんですけれども、今回このガラスオブジェを開発されたきっかけについて少しお話しいただけますでしょうか。はい、まずその今紹介していただいた、額縁をですね、最初にもう30年前ですか、事業としてやりだして、でその時のその額縁のコンセプトが各家庭の、例えばそのもう亡くなられたおばあちゃんとかおじいちゃん、先代の方々が当時身につけてあった着物とか帯とか、はい、そういったものが、意外とそのタンスの肥やしになっててですね、残されたその遺族の方々も処分しようにもしきれないというか、なんか捨てることがですね、なんか悪いことだとか、はい、かといってその利用しようと思ってももうちょっとサイズが違ってるとか、はい、古いから、はい、というの で、ね、もうタンスの肥やしになっているとした時にその、額縁でうちがオーダーメイドで作るので、その着物を丸々入れることもできるんですけど、はい、着物の柄のいいところとかを、ほどいて、はい、で額縁に収めて、はい、その衣類からそのインテリアデザイン、はい、額縁の中に入れて、いわゆるアートとして残していきませんかという、はい、そのというところからまず額縁の仕事を始めたんですね、はいはい、で、それからそのこのガラスを思いつくまでに、はい、実際そのもうどれですか、20年ぐらいは多分経ってると思うんですけど、はい、ある日その自分がその仏壇でですね、自分のところ仏壇で、手合わせて、はい、大体毎朝拝むんですけど、はい、ふと思ったのが、大体仏壇にはこういう位牌っていうんですか、字も書いてある、はい、戒名が書いてある、でそれはあるけど、はい、実際のその先代の骨は、はい、仏壇にはないくて、で、大体うちの、お寺とかに、はい、納骨してあって、はいはい、大体そのお盆に年に1回ぐらい、はい、1回かんかとか、はい、それぐらいで、まずはその自分のところの仏壇にこう遺骨があった方が、はい、自分はなんかこう拝みがいがあるなじゃないですけど、はい、それがちょっとあったんですよね、はい、だけどその骨壺をですね、はい、その仏壇に飛んで置くのも、これはあくまで個人的なんですけど、はい、なんかこうちょっとこうなんか地味というか、ちょっと暗い感じがするので、はい、もし家にですね、はい、遺骨を納めたものを置くなら、はい、大げさに言えばリビングに置いても、はい、いいような、はい、ちょっとやっぱデザイン性がある納骨がないかなと。確かにこう自分がこう亡くなった立場になった場合にこう狭くてですね、暗い骨壺の中に収められてしまうよりは、もうこういうふうに例えばオブジェにしてもらって、この残された子どもたちの日々の暮らしとかですね、見ながらこう明るいところで日々過ごせたら嬉しいなと、亡くなった側として思います。亡くなった側、分かりますか、中和が。そうですね、想像したらですね。そうですね、なるほど。
今ちょっと20年前ぐらいから若干構想として終わりになったということなんですけども、実際にこう、こういったものを作ろうと思われてから、完成という状態になるまでの期間はどのぐらいかかってらっしゃるんでしょうか。これを、ガラスをですね、ガラスのお骨にしようと、考えたのは約10年前なんですね。でその時にあくまでもアイデアが先行して、でそのやっぱりこうガラスの中にもし収めることができればですね、もちろんガラスは光も通すし、イメージ的にクリアなイメージがあったから、でその光、例えば窓際に置いても光で綺麗なんじゃないかなと、っていうので結局その10年前に思いついて形になったのが、昨年末ぐらい。なるほどですね。ちょっといろいろですね、試行錯誤して、なるほど。こちらのですね、製造が実は非常に難しくて、特許庁の実用新案登録というのをお取りになられてあるということなんですけれども、こちらの、ガラスの中にガラスでない物質を、閉じ込めるというのが非常に、難しいというか本来は、できないような技術だというふうに伺っているんですけれども、そのあたりについて少しお話をいただきます。ガラスを作るというか、ガラスを成形するときって、ほとんどの方はご存知だと思うんですけど、ある一定の高温熱を加えて、ドロドロ溶かしたものを、成形してですね、あと、冷却して固めていくと。でそのあとはそのガラスの、グラスとかいろんなものあるんですけど、その時にもし異物が入ればですね、冷却時とか、ないしはその作ってる時に大体亀裂が走るとか、大体ガラスっていうのはもう異物を受け付けないっていう、そこら辺は陶芸と全く違うんですけど、なのでそのガラスの中にその位牌を、パウダー状の骨を収めるということは、ある意味異物なので、これを割らずにですね、収めるというのが、結構、いろいろと試行錯誤したところですね。一番苦労されているということで、それでですね、こちらなんですけれども、まずペットの肺を、熊本さんの方にご提供いただいて、それからもう一つ一つもちろん手作りでお作りいただくということになるんですが、その位牌などをお送りをさせていただいてから実際に完成するまでの納期はどのぐらいかかりますでしょうか。そうですね、お骨をですね、お預かりして完成までに約1ヶ月は、待っていただければなと思うんですけど、ひょっとしたら1ヶ月はちょっとこう過ぎる時もあるかもしれないんですけど、何分先ほど言った、一つ一つ手作りでしてますので、それぐらいかかると思います。ありがとうございます。で、こちらのですね、ガラスオブジェなんですけれども、こちらの、箱とかケースなどもセットで、一緒につけていただくというような形になっていると思うんですけれども、そのあたりについて、ご説明いただければと思いますが、これ見ての通りですね、このサイズで、この木箱と、あと、このアクリルのケースも、込みで、付けさせていただきまして、で、こういう納品の際ですね、両サイドから締めるという横蓋式で、でこの紐でですね、縛って、納品させてもらいますので、もしその届いて開けられる際は、こう開いて、して、この蓋もですね、例えば、この下に引いてもいいし、ここの横に置いて、例えばお花を、写真とかされてもいいのかなと、思います。分かりました。あとペットについて個人という言い方が正しいのかどうかわからないんですけど、その亡くなったペットですとか、個人 の, お人柄とか思い出を残すカードなども一緒につけていただくということで、聞いております。
では、最後に商品名の由来についてお聞かせいただきたいんですけれども、ソバニーということでちょっとなんかフランス語っぽい響きもあるんですけど、これは日本語ですかね。はい、まあ、もう、字のごとく、はい、ソバニーという日本語で、はい、先ほども言った遠く離れた お墓とか、納骨堂ではなくて、はい、自分家の近く、まあ、身の回りというか、はい、近くのリビングとかにも置きたいという、はい、自分のそばに置きたいということで、はい、まあ、いつでもそばにいるという、はい、ところのそばにということで、はいはいはい、まあ、あなたのそばにいつでもそばにというキャッチコピーをつけています。はい、はい、ということで、本日は、メモリアルオブジェ、バラスアートのそばにという、オブジェのご紹介でした。熊本さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日の動画いかがでしたでしょうか。よろしければチャンネル登録をお願いします。これからも面白い商品をご紹介させていただきますので、よろしくお願いします。